イスラエル軍は26日、イスラム組織ハマスが実行支配するパレスナ自治区ガザで、25日夜から26日未明に、これまでより規模の大きい地上作戦を実施したと明らかにしました。イスラエル軍によりますと、地上作戦は次の段階に進む準備の一環で、戦車や歩兵隊も参加したとのことです。多くのハマスの戦闘員に打撃を与え、対戦車ミサイルの発射地点などを破壊したとしています。 イスラエル軍はこれまでにも限定的な地上作戦を行っていますが、今回はより規模の大きな作戦だったと明らかにしました。こうした中、イスラエルのメディアがハマスに拘束されている人質が数日以内に多数解放される可能性があると報じました。